高木大志郎高木大志郎から1952年12月12日は日本の政治家、実業家、広志入社、牛乳作修行、九州新聞社長。続籍は熊本県平民。1862年、熊本市高田原府町で誕生。熊本市族、宮崎松尾の三男。兄が二人、姉が一人おり、四番目の子供。 高木も基地の養子となった。日清堂、春日学校、広取塾で学ぶ。1880年、18歳で、下宇佐三里塚主築場に牧夫として住み込み、翌14年には、農商務省の農学校獣医文化に推薦入学。2年後に獣医生となった。1883年、熊本市、高城町に、 広志入社という牧場と牛乳を扱う会社を創業。土地は160坪、和牛は4頭と洋牛1頭。広志入社という野号は牛乳を広く社会に普及する天下国家への奉仕を意味する。1889年27歳で市会議員に当選。1893年本庄町に牧場を建設して移転。1915年 九州新聞社長に就任。1941年、広志入社が戦時統制で、熊本県内の乳業メーカー13社と合併し、熊本合同牛乳となる。1952年、90歳で死去。住所は、熊本市本庄町。ありがとうございます。